第61魔法文体は、いとこを平のライトノベル。メディアワークス館。挿絵は、水上香織。著者である、いとこを平のデビュー作品。技術の発達により魔法不要論が出始めた、魔法国家、ギースに出る王国を舞台に、第61魔法文体の隊員たちの活躍を描くファンタジー作品。題名に、魔法とついているが、この作品における魔法は、 一般ファンタジー作品における神や悪魔、精霊などといった神秘の象徴がもたらす不可思議な現象ではなく、法力と呼ばれるエネルギーを利用する一種の力学、物理学的なものである。この魔法は決して万能のものではなく、その活用法も限られており、劇中においては研究、解明されずくし、行き詰まった技術として描かれている。 こうした魔法の理論は物語における重要なギミックを担っており、そのため本文中の記述のほか、一部刊末には魔法に関する用語や魔法によって起こる現象の図説資料が掲載されているなど、その設定は非常に細かい。またいとは一巻の後書きで、当初物語の方向性として目指したのはハードな警察ものと述べており、タイトルの由来も、 エド・マクベイン著の警察小説87文書シリーズから、ギースに出る王国が推進する党の緑地化計画、通称ベルマリオン計画と、それに関連する各組織や国家間の思惑や作望によって引き起こされる事件が、ストーリーの大きな軸となっている。各所にコメディタッチなシーンや言い回しも参見される、ものの陰謀、裏切り、 そして死といったハードな部分も多く描かれるダークファンタジーの要素が強い。前後間となるシリーズにおいて61分体のメンバーが入れ替わりで主人公を務めていくのも特徴で、それぞれの主人公の影となるような人物も登場する。各キャラクターの成長や愛情を渦巻く人間模様を描きつつ、それぞれの登場人物の視点から王国各地で発生する。 様々な事件を描くことで、ストーリーの全体像を見せる群像劇的な手法で描かれている。王都から移動により、のどかな田舎町へやってきた一等、警報士ロギューネ。町の治安を守る61分隊に副隊長として着任する彼を待っていたのは、掴みどころのない隊長ニールスをはじめ、性格が正反対のシュナーナとデリエル姉妹、謎の生物を肩に乗せた、 危機のといった奇妙な面々。そして、穏やかな街での一見退屈な勤務だった。しかし、その背後では、王家と議会の唐土緑地化計画が着々と進みつつあった。やがて来る、町の破局。そして、それぞれの過去と街に隠された秘密が明らかになっていく。一貫折り込みより、ありがとうございます。